武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、福井大学の、医学部医学科の物理の、勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間が2科目で120分、理科ですね。理科2科目で120分となっています。で、大問が2題、出ているんですが、こちらの大問の問題に関しては、工学部の、物理の問題が、の一部ですね、が、解く形となっております。まあ、工学部が大問4題に対して、医学部医学科はこの60分で大問2題で、まあ、その4題の中から2題抜粋のような形で解く問題となっております。まあ、他学部と共通の問題なので、問題の難易度そのものはやはりそこまで高くはなく、まあ、標準的な問題が中心なんですが、年度によって非常に長い論述だったり、が出てくる、ものもありますので、国公立の、まあ、要は記述を試されるような、形式の問題も出る可能性があると、いうことを想定して対策していく必要があります。なので、まあ、センターレベル、基礎レベルの対策終わった前提でいくと、まあ、両門の風などのマーチレベルの参考書、プラス国公立標準問題集キャンパスですね、こちらをしっかりやり込んでおいて、まあ、いろんな問題に対応できるように、まあ、どういう形式の問題が出ても、解けるようにやり込んでおきましょう。これがないと、その年度によっては対応できるとは思うんですが、そんなに難しい問題が出るわけではないのでですね。ただ、まあ、論述系統などが慣れていないと、出された瞬間、かなりアウトになる可能性が高いかなと思いますので、そちらを対応できるように心がけてください。また、大問一つ一つの問題数が結構多い構成なので、計算ミスを、してしまうとですね、まあ、連鎖反応で全部落とすみたいな可能性がありますので、確実に正解できる力というのを、身につけておく、なので、計算の部分で不安がある場合は、物理計算の考え方、解き方、などを使って、まあ、計算力の向上をするように心がけてください。以上が物理の勉強となります。